ことだったのか。いい感じだ。
まずはパムに何が起きてるのか聞いてみよう。お前、戻ったのか？わからんが、列車の中にいるのじゃ。俺よりアキビリの列車に詳しい者などおらんからな。列車の中に変なものがいれば俺にはわかるんじゃ。お前も一緒に探してくれ。絶対見つけ出すぞ。君も呼び戻されたのか？どうやらパムは本気のようだな。いや、俺は危険や敵意に敏感な方だが、列車の中にそんな気配はないようだ。銀河は広い。もしかしたら透明にな…わからない。パムも直感的に察しているだけで。だが列車に関することなら俺はパムの直感を信じるよ。姫子に言われて別の車両にいる。ここは俺たちで十分だろう。あら、戻ってきたのね。いえ、でもパムがあれだけ心配しているんだもの。怖がる必要はないわ。見つけられなかったら他の方法もあるし。そうね、パムは請求列車にとても強い思い入れがあるから。だからあんたたちからも美月ちゃんに列車の車両を調べて変なところがないか確認して。ここに交際認証装置を取り付ければ外部からの侵入を防げる。確か以前アスタお嬢様が装置をオーダーメイドしていたような。すまない、独り言だ。誤解を招いていたら謝る。今の請求列車と乗客たちの実力を分かってはいるが、基本の人員識別システム以外にも俺は第三者の電波を監視測定する装置と緊急防衛反応装置に記録を残しておいた。これらの記録が車掌に新しい視点を提供できるといいんだが、不測の事態のために。あれは奴らが冗談を言っただけだ。本気にするな。改めて礼を言う。列車に誘ってくれて感謝する。ホームで何回か見たことはあるが、こうして中に入るのは初めて。俺はお嬢様のように博識ではないから、できるのは防衛の面でのアドバイスくらいだろう。そうなのか。やはりずっと宇宙ステーションの防衛作業に没頭していたから、適度に休憩を取った方が効率的だということを忘れるところだった。たまには気を抜くのも悪くないな。戻ってきたのね。何を言っているの？鏡？鏡なんてないじゃない。君も呼び戻されたのか？どうやら鏡？うん？ベルトには見えないみたいだ。お前、何か見つけた？変なものがあると思ってたぞ。早く方法を考えるんじゃ。ここが請求列車なのか？やめろ！私は悪人じゃない。私は
ガーデン・オブ・リコレクションのメッセンジャー。今後はこの列車に滞在させてもらう予定だ。よろしく。だから君に会いに来たんだ。説明させてほしい。ガーデン・オブ・リコレクションはアイオン・フリに付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄しミームとなり宇宙を旅している。私がここに来られたのは、つまり君が記憶とガーデン・オブ・リコレクションの概念を認識していることを証明している。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念も認識しているな。さて私たちはもう知り合いになれただろうか。それは違う。私は肉体を持たないからな。自分で肉体を放棄したっていうのに今更盗んでどうする。率直に言ってしまうが許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりは。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ、牛さ、我が古き体の記憶に誓おう。忘却の庭に入りたいのか？対処法を考えよう。うちってばなかなかやるじゃん。うちがいるんだから負けないよ。くらえ。痛い目に遭いたいようだな。下がれ。今だ。ルールは破るためにある。うちに出くわすなんてついてないね。始めるか。生死虚実、一年の間なり同天元気、超無一角。ふっ、はっ。今さら後悔しても遅い。うちの出番。ほら。痛くも痒くもない。逃がさない。君らはこの力について何。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。即戦即決といこう。続きは俺に任せろ。どけ、騒ぎを起こす。はいや、お前の番だ。
今去るのなら見逃そう。下がれ。争いに意味はない。どうした？気分が悪いのか？強い刺激を与えることで潜在意識に対する防御を緩めるんだ。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。ああそうだ、私が請求列車に滞在していることはできれば二人だけの秘密にしてほしい。私のことを一つの位相霊か、もしくは問いかけの魔物だと言えばいい。また私に会いたければ鏡に近づくといい。何か見つかったか？ガーデンオブリコレクションのものがここに？列車にいるの？どうやら噂に聞いていた記憶の指令が実体を持たず姿を見せたい相手にしか見えないという話は本当のようだな。列車は奴らが好き勝手に乗車していい場所じゃない。追い出すぞ。ああ、俺も賛成だ。ガーデンと関わるなんて危険すぎる。記憶に関する取引も怪しい。私たちでちゃんと対策を考えるわ。安心してパム。ああ頼んだぞ。のにどうして彼らに教えたんだ？はあ、もう彼らの記憶を封じるしかないか。すまない。でも私に選択肢はない。君以外に私のことを知られてはいけないんだ。彼らの記憶から私に関するキーワードが見つかったら一旦改ざんするしかない。どうでもガーデンには私たちには独自のルールがある。忘却の庭に入りたいのか？
今だ。うちの出番。ほら即戦即決といこう。痛い目に遭いたいようだな。頭を冷やすと。どけ、騒ぎを起こしたくはない。うちに出くわすなんてついてないね。続きは俺に任せろ。手加減はしない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
誰か助けてくれ。ここはどこもかしこも。始めるか。痛い目に遭いたいのか。騒ぎを起こす。うちの出番。いや。争いに意味はない。自分の意志で。結末にたどり着いてみせる。
いい感じだ。Thank you.
Thank you.